松岡茉優の歴代彼氏は、松岡茉優さんは8歳の時に、当時3歳で妹のひなさんが先に芸能事務所からスカウトされ、同行した際に、お姉ちゃんもやってみる、と誘われたことがきっかけで姉妹揃って事務所入りしました。そんな彼女の歴代彼氏、一人目は梶正樹。2015年の映画、サムライフの共演がきっかけでお泊まりしたり、一緒にスーパーで買い物してるところを撮られたが、双方の事務所が2人の交際を否定、熱愛報道後に強制的に破局させられた、との噂もありました。2人目は小沢和弘。なんともともと松岡茉優さんは、小沢和弘さんのファンだったらしく、ゲスト出演したことをきっかけにアタックしたみたいです。その後は表参道にある会員制バーで、2人の目撃情報があったり、小沢さん自身も周囲に交際の事実を話すなど、真剣に考えていたようですが、小沢さんとの交際に、しっくりこなかったということで、たったの3ヶ月で破局してしまったそうです。ちょっと小沢さんはかわいそうですね。3人目は有岡大樹。2018年12月に熱愛がスクープされました。共通の知人を通じて知り合ったそうで、2人は同じ都内の高級マンションで別々の部屋に住み、マンション内でジムやカフェデート等を楽しんでいたようです。松岡さんは今後も数々の映画やドラマに出演予定で、仕事が優先になるかもしれませんが、30歳までに結婚という目標も叶えてほしいですね。